どうして教えてくれなかったんですか。裏切り者の私がお姉様の邪魔をすることは許されませんの。裏切り者？ご存知ですね、10年ほど前のあの狂言誘拐事件を。あれがきっかけで運命は大きく変わりました。お姉様は罪を重ね、ついには命を落とすことに。すべてはこの私が裏切ったせいなのです。あやめさんが？身代金の受け渡し場所におぼろ橋が選ばれたのは偶然ではなかった。当時の計画では私がお手伝いするはずでした。何ですって？でも私怖かった、だから逃げてしまったのです。そんなの協力しないのは当然です。自分の父親から2億円を奪うなんて。あれはお姉様の復讐だったのです。家元になれなかったお母様を捨てたあの男に対する。お母様、綾里君子ですか？ええ、私はあの時お姉様に協力するべきだったのです。それでは解除を急ぎませんと。もう一つだけいいですか？何でしょう。6年前、宮柳千奈美が弁護士に毒を盛った事件で、彼女はある男子学生と交際を始めました。彼のこと何か聞いていますか？おっしゃっていましたわ、一言だけ。鬱陶しいやつと。ありがとうございます。焼けたぜ。あーちょっと、ほら食いな食いな。ありがとうございます。うまそうだな。なるほどくん。なんだよ、芋ならやらねえぞ。いらないよ。それより春美ちゃんに話を聞きたいんだ。私にですか？Thank you.
Thank you.
指示に従って宮永千奈美を霊媒したのは晴美ちゃんだね。宮永千奈美が何者か知ってるの？いえ。こら、なるほど。晴美ちゃんいじめたら熱い芋食わすかんな。だからいらないよ。私そんなお手紙知りません。それとも私がやったという証拠でもあるのですか？晴美ちゃん、そうだよ、あんのか証拠。今全てが分かった。今回の事件、そのからくりが。事件の夜、手紙の指示通り宮永千奈美の霊を呼んだ者がいる。その指示に従ったのは子供だ。え？だって大人だったらあんな思い違いはしないからね。奥の院の掛け軸にカレーがぶちまけられていた。あれ、晴美ちゃんだね。思い出したんだよ、あの晩。カレー、インド、読み方は分かった。でも意味が分からなかった。家元にカレーにインドを叩きつけてやりなさい。おお、まさか。どうかな、晴美ちゃん。カレーといえばインド、私そう思ったのです。だから叩きつけたんだ、家元の掛け軸にカレーを。ごめんなさい。この手紙、はるみちゃんに書いたのはお母さんだね、綾里貴美子。だから指示に従った。お手紙に書いてあったのです。これが最後のお願いだから必ず書いてある通りにしなさいと。最後のお願い？お母様がこれは迷い様のためにもなることだと言われたので。貴美子さんがそんなことを？お手紙のことは面会の時に聞きました。お屋敷の隠し場所にあると。貴美子さんは逮捕される前から今回のことを計画していたのか？ただそのお手紙なのですが、一度封を破った跡がありました。手紙が開封されていた？はい。あ、俺じゃねえぞ。晴美ちゃんよりも前に誰かがこの手紙を読んだということか。私悪い子です。だから霊力が消えてしまったのですね。霊力が消えた？あの夜、夕ご飯の後、私エリス様の部屋には行かなかったのです。迷い様が心配で。そうか、奥の院に行ったんだね。お手紙に消灯の鐘が聞こえたら霊媒をしなさいと書かれていたので。宮永千奈美の霊を呼び出したんだ。それが…できなかったのです。できなかった？こんなこと初めてでした。私ショックだったのですが、お手紙通りにしないと、そう思ってぶちまけたんだね、カレーを。私何度も何度も霊に呼びかけました。でもどうしてもできなくて。他に何か考えられないのかな、霊が呼べなかった理由は。一つだけあります。私より先に誰かがその霊を呼んでいる場合です。霊体は一つですから。
はるみちゃんより先に誰かが宮永千波の霊を呼び出した。迷い様は無事ですよね。きっとお母様が守ってくれます。ああそうだね。知らなくてよいのです。今本家の血は絶えた。今度こそあなたが家元の座を手にするのですよ。